吉とか面白いのがあって、鉄砲の薬莢の集まりとか。鉄砲の薬莢、真鍮、真鍮。沖縄のスクラップ屋さんあるあるなのか、僕たちだけなのか分かんないですけど、はい、ヤードからあのめちゃくちゃハブってくるんですよ。何したの、沖縄なんだ。すぎて。去年の7月ぐらいに、自衛隊のスクラップ引き取り現場に出てて、あ、沖縄県、沖縄県、はいはい、でそれをあの昼休みの時に社員さんが、はい、ちょっとこれ見てるかって言ったら、はい、YouTube 見てる。で、アルミ缶プレス、それこそアルミ缶プレスのやつだったんです。はいはい、一番伸びてるプレスです。はい、僕も全然見てなかったんですけど、はい、これおもろうと思って、はい、まあ、やっぱり同業同じような仕事をしてると他の会社がどうやってるのかってすごい気になって、はい、面白いなと思ってそこからちょっと見始めて、はい、っていうのがきっかけだったんですけど。あ、そうなんですね。僕スクラップ屋さんって大体行く時にもう正直社長のイメージしか湧かないじゃないですか。はい、でスクラップ屋さんがどんなかなって訪問させていただいたりとかってやるんですけど、今回もう初めてずっと一位三井さんの看板をで、あのさっきトラックと、はい、あ、一位三井さん有名みたいな、いや、もうなんか、なんていうんですかね、ちょっとどちらかといえばなんか、うん、あの YouTube に出てる方に会いに行くっていうのをなんか逆転、はい、その普段と逆転してて、あ、なんか不思議な感覚だなと思いながらこっちと、うん、そうなんですよ。きっかけもですね、インスタグラムでしたよね。そうですね、でインスタグラムで DM をいただいた、ね、そうですね、きっかけで、そうですね、僕の方が最初に。そうなんです、その時あの、まあ、アイコンがあるじゃないですか、高青年の顔が映っていましたで、沖縄で同業他社ですみたいな形でコメントいただきまして、DM いただきまして、まあ、そこからちょこちょことあのコメントをこうやり取りさせていただいてて、まあ、今回大阪に来られるということでお会いしたら、まさかの大茶だを見た目ですけどねちょっとすいません、最近ちょっと最近いいですね、なんかスクラップ屋っぽくなって。え、おいくつ？僕今27、今年7になります。エコの業界は長いいや、僕、そうっすね、22ですかね、5年ぐらいですから、ね、今っていうところで、あまりこの業界もあまり詳しくはないんですけど、まあ、もちろん詳しくないっていうのも知らないんですけど、歴史はあまり株式会社宮里さんっていうのが沖縄であって、沖縄の僕たちは北部の方で、名古屋いたら上の方で、ね、そうですね、沖縄県の北部の方にあって、まあ、その北部の方を中心に取引してるところが多いっていう会社なんですけど、え、宮里さんは鉄メインですか？僕たちはあの北部ってすごい発生量です。沖縄県で見ると発生量少ない地域で、人口も少ないんですよ、はい、なんでやっぱりあの僕たちは鉄、自動車解体で鉄も集めてますし、はい、っていうところですかね。まあ、今度新規事業であの小型化で三沢君の方を集めていきます。ちょっとあのやっぱ発生量少ない分あのいろんなものをやっていって付加してっていうのを、まあ、それだけ機械も増やしていってとかいろいろ大変なんですけど、うん、どうなんですか今大阪とか関西のスクラップヤードとかとお付き合いってあるんですか？何社かあります。そうですね、多分ないことはないです。そのちょこちょこ大阪には来られる。いや、だから大阪今回人生初なんです。あ、人生初なんですか？人生初大阪であ、そうなんですね。まあ、あの関空を経由したとかありますけど、はい、あの地面に降りたのは。僕一個気になるのがその沖縄県ならではのってあるんですけど、それも私たちは関西で、はいはい、まあ、スクラップを扱ってるわけなんですけど、ギロ A、ギロ B、ギロ C みたいな感じがあるじゃないですか、はい、これが果たして当たり前なのかどうか。なるほど、なるほど、はい、まあ、正直ですね、僕が沖縄県しかほぼわからないので、はい、逆にその比較対象としてちょっとわからない部分があるんですけど、はい、基本的にはでもあの東京製鉄ベースの話になってくるので、大体似たような感じのあれではありますね。え、メーカーさんは沖縄、沖縄県だと、まあ、沖縄製鉄さんっていうメーカーさんがあるので、はいはい、まあ、そういった意味では沖縄独特っていう形でいうと、やっぱり沖縄県島嶼県って言われてて、島嶼県、なんですかね、日本の縮図、はい、まあ、陸続きの県がないので、うん、まあ、正直外に出すのがなかなか難しい、うん、まあ、できないことはないんですけど、はい、っていうところに、まあ、沖縄県の電炉さんが、電炉屋さんが一つあるっていう形になってるじゃないですか。そうなってくるとやっぱり県内のスクラップはもう私たちも先日ちょっと出荷させていただいたんですけど、はい、やっぱり沖縄県のこれだけ少ない発生量の中に電炉が一つあって、あの東
内の鉄を島内で処理するっていう形はすごいなんか、うん、高輪製鉄さんがあって、まあ、昔のこのスクラップ屋さんの先人たちがこれだけの、そうですね、そだあれだけの発生量で電力入れてるって考えたらやっぱり先人たちすごかったんだなと思いまして、ね、うん、戦後すぎたらかな、わかんないですけど、その辺から、はい、基本的には沖縄県内で発生したスクラップは沖縄県で、あの地産地消みたいな、ね、一応はあの基本ベースその形ができるっていうのがすごいですよね、うん、この県内で地産地消ではないですけど、米軍の中のスクラップの入札とかっていうのはあるんですか、うん、ありますあります。で基地の中に入っていってスクラップを回収して外に出すって、そうですね、あの米軍基地さん発注っていうわけではないんですけど、はい、米軍基地とか、まあ、発生で面白いのがあって、まあ、鉄砲の薬莢の集まりとか、鉄砲の薬莢、薬莢の集まり、真鍮ですか、真鍮、真鍮です、へー、かそれもまとまって、そう、ドラム缶にポン、それはもうキロなんぼみたいな、いやもうこれはもう一式なんで、大体一式なんです、まあ、面白い発生品は結構ありますよ、うん、ちょっと特殊なスクラップも多いってことですね、そうですね、あのこの辺がどうなのかっていうのが僕が分からないのでちょっとあれなんですけど、僕たちは当たり前あるもんだと思ってるいや当たり前じゃないですけどねなんか逆にYouTube を見て、え、こんなん初めて見たみたいなのはあるんですか？ああ、ちょっと先生、こっちではこんな感じなんやみたいな、ざっくりはそうですね、そんなに、まあまあ、あとは沖縄ってあの基本的にやっぱり自動車と鉄を合わせて扱っている会社が多いので、やっぱ鉄だけとかいうのは、まあこれに関しては大阪だけではないと思うんですけど、九州とか見てもやっぱり鉄だけ扱ってるっていうのはなかなかあ、ないんですよ、まあ、自動車セットでとか、まあ、非鉄セットでとか、まあ、こっちも非鉄はあるんですよね、そうですね、全体的に金属リサイクルっていう形でやられるところが多い、そうですね、台風が沖縄県は多いから、うん、なんか鉄筋文化が根付いたみたいな、ああそうですね、そういう意味では鉄筋コンクリート作りばっかりなんで、多いってことですね、RCばっかりなんで、あのすごい、まあ、建物解体したら基本的には鉄筋が出てくるものだと思ってるんで、うん、逆に違うんですよね、この辺は、まあ、鉄骨であったりとか、あ、はい、あ鉄骨作りの木造もいっぱい多いんですよね、うん、木造が多かったけど鉄筋に変わっていったって感じですね、沖縄県、そうなんですね、また最近あのちょっと木造が増えてきてたりとか、そうなんですね、そういうのもあるんですけど、あとはあれですね、沖縄ならではといえば基本的に沖縄のスクラップ屋さんあるあるなのか僕たちだけなのか分かんないですけど、はい、そういうのヤードからあのめちゃくちゃハブってくるんですよ、危なすぎて絶対沖縄あるあるや、いやちょ本当にすごいな、2メーターはないけど160センチ、ハブが出てくる、ハブが出てくるんですよ、噛んでくるんですか、襲ってくるんですか、襲ってくる場合もあります、基本的にはちょっと近寄らないですね、ちょっと長めの棒とかで、あでも自分らでやんねや、鉄筋とか何かで、とりあえず何か鉄筋とかその辺にある鉄筋か陶器か、あ、そうなんですね、でちなみになんですけど今日ちょっとお土産が、うわ、ハブからのハブ入りハブ酒、ハブ酒です、うわいただきました、はい、すいません、時間なくて、時間なくて、うわうわすごっ、これが出るんですか、これはちっちゃいですけどね、出ます出ます、2メートルってやばないですか、いや、こんな顔にで来るんですかこれはこんな顔で来た、でも結構バリバリっすよ、もう本当に襲ってきそうだなって感じの時もありますし、まあまあじっとしてる時もありますし、何か映えるものないから、いやもうありがとうございますいいですね、沖縄ならではなんかハブサムネとか使いますか、サムネいける、そうっすね